NFS グルントビ、NFS グルントビ、ニコライフレデリック・セベリング・ルントビ、ニコライフレデリック・セベリング・ランビグ、1783年9月8日から1872年9月2日は、デンマークの牧師、作家、詩人、哲学者で教育者でまた政治家でもあった。通常、名前は NFS グルントビと略称される。彼は、デンマーク史において、 最も影響力の大きかった人物の一人で、その哲学は19世紀後半、デンマークの新しい民族主義を形成するに際して大きな刺激を与えた。彼は、ファーストネームを3度変え、3度目は彼の76年の人生にちなんで名付けられている。グルントビと彼の後継者たちは、現代のデンマークの国民意識に、現在も大きな影響を及ぼしている。それは、 国民文学の中に広く染み渡っており、それは深い信仰の力によっても支えられている。NFS グルントビはルター派の牧師、ヨーハン・オットーセングルントビの息子としてシェラン島のウズビューという小さな村で生まれた。身近な人たちからはニコライというよりもむしろフレデリックと呼ばれて育った。彼は 大変宗教的な環境の中で育ったが、北欧の古くからの伝説や伝統にも敬意を払っていた。彼はヨーロッパの啓蒙主義の伝統の中で学校教育を受けたが、彼の理性的な信仰心はドイツのロマン主義や北ヨーロッパ諸国の歴史の中で揺れ動いた。1791年、彼はユトランド半島の牧師ラウリドフェルドのもとに送られ、 そこで生活することになり、1798年からオーフスの大聖堂学校で学び、そこを卒業した。彼は1800年に進学を学ぶためにコペンハーゲンに赴き、1801年コペンハーゲン大学に入学を許された。学生生活と並行して、クルントビはアイスランド語とアイスランドサーガの勉強を始めた。1805年、 グルントビはロラン島のある家で家庭教師の職を得た。その後の3年間、彼は自分の自由になる時間のほとんどをウィリアム・シェイクスピア、フリードリヒ・シラー、そしてフィヒテの勉強に充てる。1802年、彼のいとこで哲学者のヘンリク・シュテフェンスがドイツ留学からシェリングの教えをたっぷりと受けてコッペンハーゲンに帰ってきた。 彼の講義とアダム・ゴット・ロープ、エーデン・スレイヤーの初期の試作が、グルントビに文学への新たな目を開かせる。彼の最初の著作、エッタの歌については、世間の注目を引くには至らなかった。1808年、コッペンハーゲンに戻ってきたグルントビは、北欧の神話という著作で、大きな成功を収め、1809年には、長編の儀曲、北方の英雄伝説の没落で、 さらなる成功を収める。グルントビは、1810年その最初の説教で、町の聖職者を明らさまに非難した。数週間後、グルントビが、教会の権威者たちを攻撃した説教を出版すると、彼らはグルントビへの懲罰を要求した。1810年、グルントビは、宗教的な危機に陥り、これまで色濃く抱えていたルター派に回収する。そして父親の、 小さな教区に礼拝堂付きの牧師として引きこもってしまう。彼が新たに進行は彼の1812年の最初の世界年代記によく現れており、それは彼がこれまで歴史の至るところでいかに神が姿を現してきたかを語ろうとしてきたことをヨーロッパ史の中で再現しようとしたもので、その中で彼はまた多くの著名なデンマーク人たちの思想を批評している。 この本は彼の同世代の仲間たちの中でも特に彼に引率力を与え、数多くの友人を与えたが、特に目を引くのは歴史家のクリスチアン・モルベックである。1813年、彼の父が亡くなった後、クルントビは教区の後継者に指名されたが、それは自ら誇示した。その後の数年間、彼の出版の店舗は圧倒的なものがあった。 記事や試作での溢れ出るような仕事ぶりと並行して数多くの本を執筆した。その中には世界の歴史にまつわる2冊の本があった。すなわち長編の歴史的な物語詩、ロスキレ参加と書籍サイズの注釈本、ロスキレサーガである。1816年から1819年にかけて、彼はダンレバークというタイトルの詩の雑誌の編集者で、 ほとんど唯一の寄稿者であった。コンスタンチン温泉による NFS グルントビ1813年から1815年にかけて彼はスウェーデンに抵抗するノルウェーを支援する運動を立ち上げようと試みた。後になってからも彼は1814年にノルウェーが敗れた原因がいかにデンマークの信仰の弱さに起因しているかという説教を行ったりしている。彼の説教は コッペンハーゲンでは熱狂的な信徒たちによって歓迎された。しかし、彼は結局自らの教区を持たず、また他の教会からの妨害もあって、説教団から足が遠のいていくことになった。1821年、彼はプレストで田舎暮らしができるようになって、この説教を短くまとめている。彼が首都に戻ってくるのは、その1年後のことである。1825年、 クルントビは、教会の公弁と題する小さな冊子を出版する。これは、プロテスタントとカトリックの教義、儀式、制度についてのヘンリク・ニコライ・クラウセンの著作に対する返答である。コッペンハーゲン大学の神学教授であったクラウセンは、聖書は、キリスト教の根本的な石ではあるものの、聖書それ自体は、キリスト教の完全に意味しているものの不適切な、 表現でしかないと主張していた。そして彼は、教会こそが、さらに一歩前進した普遍的な宗教性のための、共同体であると書いていた。グルントビはそれに反論して、クラウセンは、反キリストの教師であると宣言し、キリスト教は、聖書から由来し、学者によって仕上げられた理論ではないと主張したのである。グルントビは、聖書を解釈する神学者たちの権利を問題視した。 グルントビは中小誹謗の容疑で裁判にかけられ罰金刑を宣告された。ルター派の教会は彼に数年間の間教会での説教を禁止した。この間、彼は一連の神学の著作を出版し、イギリスを三度訪れ、小英語を勉強した。1832年には、グルントビは再び説教する許可を回復した。1839年、彼は コッペンハーゲンのバートフ病院の旧品院協会の牧師に任命され、彼は亡くなるまでこの地位にあった。1837年から1841年までの間に彼はデンマークの協会のための参加集を観光した。これは膨大な参加の収集になっている。1838年彼はスカンジナビアの古い時代の歯科の先週を観光。 1840年には、アングロサクソンの詩集、不死鳥をデンマーク語訳で、編参。1843年には、イギリス4度目の訪問を果たしている。1844年から第一次シュレ主スすッヒ、戦争後に至るまで、グルントビは、保守派から絶対的なリベラル派に至るまでの正解で、抜きんでた位置を占めていた。1861年、彼は、司教の地位に任じられたが、 監督する教会を持たない名目だけのものでしかなかった。彼は引き続き執筆活動を継続し、亡くなるまで出版活動を続け、バートフ教会ではなくなるに、3日前まで毎週日曜日には説教を行った。彼の説教は聴衆を魅了し、間もなく追従者たちも現れるようになる。彼の参加本は、デンマークの教会礼拝で正当のルター派の ゆったりとした因率を国民的詩人の参加に変更するなどといった大きな変化をもたらした。ぐるんトびが執筆、もしくは翻訳した参加は1500編に上り、その中には、神の国は我が王になる遺産も含まれている。彼は3度結婚し、その最後の会は彼が76歳の時である。彼の息子。 スベン・グルントビはデンマークの物語史の収集と編集を行った。グルントビの進学思想の発展は彼の生涯にわたっており、しかも何度か重要な方向転換が起きている。彼は1810年キリスト教信仰の覚醒から組合協会を信仰する方に変わり、後には非石主義のキリスト教に変わった。彼はその最晩年の思想において注目されてきた。 彼は自分のことを常に牧師と言い、決して進学者とは言わなかった。これは彼自身の宗教観と大学などの世界の進学の間の距離を反映しての表現である。彼の進学の主だった特徴は、使との注釈を生きた言葉で置き換えるということにある。彼は実際に独立した村々での信との集会に立ち会うことが常に熱望した。ぐるん飛びは、 フォルケホイスコーレの理念的な父とされている。ただし、グルントビの教育観は、それとは若干の視点の違いはあるのだが、彼は、シェラン島の総理にあった、青い木と息のアカデミーが、大学で一般に行われているような教育とは別の、形のものを目指す人気のある学校になっていくように、後押しした。彼は、学生を教育するよりも、大学は、社会や、 普通の生活に積極的に参加することができるように学生を教育するべきだと考えていた。こうした実際的なスキルこそが国民的な文学や国民の歴史と同様に授業の一番大切な部分をなすべきと考えたのである。このような考え方はクリスチャン発生の統治の時代に根付いたものと密接な関係を持っていた。この王の日、カロリーネ・アマーリエは グルントビの熱烈な支援者でもあった。1848年王政が終わりを告げ、その年とそれに続く数年間、デンマークの政治の激変期が到来すると、これらの計画は保護になった。しかし、当時グルントビの後継者の一人、クリステン・コルは、すでに最初のフォルケホイスコーレを創立していた。学校改革へのグルントビの野心は、人気のフォルケホイスコーレに限定されるものではなかった。 彼は北欧三カ国が国境を接するスウェーデンのヨーテボリに大北方大学を設置することを夢見続けていた。彼の学校計画の二つの柱、生活のため、もしくは生きるための学校と情熱のための学校は生活の別々の地平を目指していた。一般的な教育はもちろん幅広い文化的で知的な予想に向けて目を開いて入るが、結局は国民的で 愛国主義的なものの考え方の範囲で教えられているものであるが、これに対して大学は厳密に普遍的な、つまり人間的で科学的な装いで働いているものである。ぐるんとびの教育学的な努力の共通の分母は、教育的な生活のすべての枝葉において、自由、しか、そして創造性の精神を突き動かそうとすることであった。彼は、英知、哀れみ、自己確認。 そして平等といった価値を推し進めた。彼は、試験のように人の魂をダメにしてしまう、あらゆる強制に抵抗した。その代わりとしてクルントびは、生命の普遍的な創造的な秩序に従って、人の創造性を解き放つことを擁護したのである。ただ、意志のある手が、光のご法をなすのである。それゆえ、自由、共同、そして発見の精神が、個人、科学、 そして全体としての市民社会の中で燃えた、足されなくてはならないのである。1815年、グリモール・ヨンソン・トール・ケリンが、ベオウルフ・エピック・オブ、ベオウルフ・タイトルド・でダ・ノーラ・ム・リーバス・ジェスティス・セキュアル、スリー・アンド・フォー、ポマ・ダ・ニカム・ダイアレクト・アング・サクサニから天語訳で、出版した。アングロ・サクソン文学の知識がなかったにもかかわらず、クルントビは、 直ちにトールケリンの歯科の翻訳の中の一連の語訳を発見した。トールケリンとの激しい論争の後、トールケリンの仕事の経済的な後ろ盾であったヨーハン・ビューローが、グルントビの新しい翻訳、今回はデンマーク語への翻訳の経済的な支援を申し出た。その結果、ブヨボルフス・ドレーブが、ベオウルフの初めての近代語への翻訳として出版された。グルントビは、 さらに古英語とラテン語で残存している、その他のアングロサクソン文学の調査に乗り出す。その両者の詩下や三文の中には北方の初期の教会の精神性が掲示されていると彼は考えたのである。グルントビは古代のキリスト教徒や歴史的な思考のモデルに大変影響を受けていた。コペンハーゲンの王立図書館やエクセター大学、オックスフォード大学、 ケンブリッジ大学の各図書館の蔵書を連続3期の夏休みのイギリス訪問で利用しながら彼はアングロサクソン文学の4つの重要な写本のうちの2つの写本を作ってしまった。オックスフォード大学ボドリアン図書館にあるエクセターボンとユニウス11である。彼はこれらを出版しようと考えたがそれは実現するには至らなかった。ベーオウルフと アングロサクソン文学は、グルントビにとっては、その発想の霊感の源であり続けた。それは、彼の著作に後半で重要な影響を及ぼしている。グルントビは、彼の母国の文化史の中でとてもユニークな位置を占めている。そのため、デンマークのカーライルと例えられたり、エマーソンに対比されることもある。しかし、彼の執筆スタイルや関係した分野は、 直接誰か先人の手本があるようなものではなく、彼の重要性は、彼の同時大臣のハンス・クリスチャン・アンデルセンや、セイレン・キルケ・ケゴールでも立ち打ちできないものである。彼の参加、でラベン・デイズ・ラントは、2006年デンマークの文化的司法の集大成の文学的部門となる、文学目録の中に収められた。コペンハーゲンの有名なグルントビ協会は、グルントビを記念して、 デンマークの建築家のイエンセン・クリントが設計したものである。ネオゴシックの表現主義の様式で黄色のレンガを積み上げて建てられており、1940年に完成した。ナイジェリアのグルントビ国際セカンダリースクールは彼の何なんで命名されたものである。これは独立の男女教学の中等教育の学校である。グルントビは アメリカ福音ルター派教会の成人歴で、教会の司教にして刷新者として9月2日の成人として祝われることになった。彼は聖公会の教会歴では9月8日にその祝日を有している。グルントビの世俗の文学作品は、休館本の著作集で刊行されている。最初の七巻は、彼の第二子で、文献学者のすべグルントビの変になるものである。しかし、 彼の著作の文献学的な検証は現代の文献学の水準にまでは及んでいない。彼の参加は文献学的にはよりしっかりした五巻本のグルントビ参加集に収録されている。彼の著作の最良の全集はホルガー・ベグトラップの十巻本の全集ベルテ・スクリフィターである。彼の変になる有名な全集はステイン・ヨハンソンの NFS グルントビ文献目録にも掲載されている。彼の著作全集のよくできた外国語版というものは存在しない。しかしながら、ドイツ語版では3巻本の先週が観光準備中で、英語版でも著作集の計画がある。重要な前週、先週は以下の通り。これらと並んで重要なのは1948年から毎年観光されている。 クルントビ研究に、英語で発表されている数多くの論文である。この雑誌のしかる言語はデンマーク語であるが、近年の優れた研究は、英語のものが多く、またその割合も増加しつつある。The most important works on Granvig are, A series of dissertations, published since the founding of Granvig, Cell Scabbet, All of them contain summers in, major languages. Most of them in English.This series includes. ありがとうございます。